バスケットボール男子 W 杯で1次リーグ E 組の日本戦のチケットが一部、急遽追加販売されることになった。27日の日本、フィンランド、29日の日本、オーストラリアにアクセスが集中している。写真、空席が目立った初戦のスタンド全体ショット2試合とも8000人以上収容可能な沖縄アリーナで実施されるが、25日の初戦、ドイツ戦では空席が目立ち、 試合直後には監督や選手から疑問の声が上がった。すると27日午前0時には、公式サイトでの購入が可能に。ファンは SNS で、再販始まったぞ。チケット買えた、満員の会場で選手を応援しよう。などと歓喜、渡辺裕太もファンからのメッセージで再販を知ったようで、おおとコメントした。一方で、予告なし、の再販に困惑の声も。 公式からは発表ないの、今更、などの意見も溢れている。